いや上から下までマンガンツも足りないですね。ちょっと届かないですね。勝又一メンツ、ただ鶴丸さんトップはねマンガンツも届かないんですが、はい、マンガンツもると2着にはなるとなります。おダブナントイチですね。ダブダン統一だと本一とかも見たいのでパーピンから打つもありますね。そうしたらどっちの色の本一も見れると。はい、魚谷は5200点差。うわー、ね、高宮さん苦しいですね。高宮は何点差ですか。これは2900点差。はい、500点のつま上がりで OK。勝又さんも天敗能天でもね、変わってしまう点数なんで、はい、ここはもう一曲上がりに行くと思います。ということはもうみんな前に出てきますね。はい、出てくると思います。魚谷さんいいんじゃないですか。いいですね。2343色もあるんで両ピンの方が価値が高いってことですね。ここは5万を離していきます。ドラが1枚あるんで高宮さん役へ重ねたいもちょっと考えてますか。ああそうあたる。ここは自敗を切ります、ただねみんなも上がりに行きたい状況で役目を誰も切ってないんで、はい、重なっても泣きづらいなら先に切ろうだったと思いますね。さあ瀬戸熊一面通、いや大事な一曲。チャンスは魚谷さんですかね。この手はなるほど。勝又も育ってますよね。あ勝又さんいいですね。はい、勝又さんの上がりはねもう一曲ありますもんね。そしてあとは瀬戸熊、差し子が見えてきましたね。いやー絶好、両面両面だ。さあ魚谷シャンテン、もうこれうわー回遊ピンです。どちらでもリーチだと思います。魚谷さんはそうですね、はい、はい、リーチピンフでねまずは2000は2300、はい、で高宮さんと同点になると、あと裏ドラ次第で、ね、裏が1枚乗ればトップにもなるんで。なるほど、大谷さんがチャンス。勝又いきます。自敗打っていく。一気通過もわずかに出たか。まあ全部見るならイーマンかチーマンですよね。ですね、勝又に現物イーマンということで、はい、ここチーマン、ね、ドラ受けのイースーマンにランマンが来ました。目いっぱいに取るか。ピンクのイーハンもリーチのみだとまくれないんでちょっと考えましたね、そこ。ここはリアンピン、はい、ただ千二千でも変わるんでリーチも裏でも十分ということでいきましたね。と、はい、いうことはリーチのみのリーチもいきますね。はい、と思います。はい、あ単葉もちょっと見てますか。このイーピン切りは仕掛けも考慮してますね。赤も引いたんでね、高宮さんはもう上がって出上がりでもね3900あるようになったんで全部使い切れば、はい、おわ嬉しい。ダブナン赤ポンしますか。急走パーソーか E3 万か、はい、あるいは全部逃したくないリアンソーもありますね。ありますね。チーソー一切れリアンマンションパイ、ここは急走切り。急走パーソー 何ポンするんですか。すると思いますけどね、はい、まあ、ドラ受けもありますしねまだ、はい、さあさあ来た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 んだけどみたいなね、太陽にはなんないかっていう感じですよね。あとは1まで伸びないっすね。勝間さんも伸びない。数万、数万これで仕掛けもうバッチリですね。バッチリですね、はい。でこれ面前で仕上がればトップまでやりますね。となると泣きたくもないなってなりますよね。なります。でも泣く方が現実的には見えますね。どうする。難しい手ですね。全部残す。まずは雀刀は、まあ、イーマンかなと、はい、横に伸びない範囲なんで、まあ、雀刀を、あこれ単葉も見てますね。これを見るってことはまだ単葉もイーソー以外が振り返れば、あイーソーが振り返ればね単葉もあるんで。さあローピンアンコになってイーシャンテンです。勝又これで両面両面ですよ。しかも3、4、5、3色もある。これ泣かないですか。何はこれでも泣きはあると思います。これでもありますね、はい、ありますね、はいはい、これ5か1か5、ダブナンが出てどうなるか、まあ、ダブナンポンしたところで漫画にはなりますからね、はい、してもしなくても。ただ今のウーマンってリーズも3色赤ドラで羽マンツモでトップっていうのを見てる気がしますね。トップですね、はい、トップですよ。4万だ、くっついた、4万引いた、広い広い広い、スーピンか。これチーテンどうしましょう、うん、2900。いや取るんじゃないですかね、この順目は。
さあ瀬戸熊大逆転に向け、ね、勝間さんちょっともったいないなとなるんですけど、次の局に伏せれる4000点差以上になるんで、はい、ここは上がりに取りに行きそうですね。さあこのウーピンも嬉しいぞ。安全牌を持つかどうかですね。白 い,、はい、白いった勝負です。高宮勝間たりアンピン重ねた。リーチか闇点。ウーマン 3枚目が大きかった。闇点でも十分な打点になると3900ですね、はい、ここで闇点にする弾力。魚谷入り方次第では3万がまさかのロンにもなり得る。3万引いちゃったよ。たこれ危ないですね。ローマ危ない。ローマンだこれ。ローマンですね。ただ E ピン切ってる分3ピンになりましたね。本当だ、はい、E ピン切ってるのが大きかった。カスマさんリーチを出すと今度瀬戸熊さんのマンガンツモも OK になっちゃうんで、そこも込みでやりましたね。リーチだ。これで3万が出なくなった。はい、さあ瀬戸熊のリーチ。サブローマン失礼失礼、リャンウーピン。勝又がサブローマン。しかもここ勝又さんはマンガンツモなら耐えますよね。なるほど。なので折りもあります。これでもピンズ引いて、あ、テンポ、テンポ、あ、いやでもこれどっち打ちますか。8万かチーピン。打ちやすい方にするかな。パーマン切りリーチかな。で待ちがローピンチーピン。ただマンズもいいんで、すごく考え、あのチーピンもねワンチャンスなんでね。ウーピンが3枚見えてて両面にはワンチャンスな分、はい、でパーピンがね瀬戸熊さん第1打なんで愚形にも当たりづらいも込みで、どっちのが上がりやすいか考えてますね。大事な選択。これローピンチーピンにしちゃうとほとんどないですね。ローピンチーピン待ち。いやウッパーマンもそんな多くないけど、いやウッパーマンも薄いですね。ウッパーマン1枚しかないですもんね。パーマン1枚だけ。ローピンチーピンはローピン0でチーピンも1だ。これ1枚チーピン1枚だけ。どっちにしても枚数は少なかった。サブローマンどうだ。急走いきます。通ってないけど行く。一発裏ドラ1枚あるか。いや裏ドラなくてもリーチも出てるんで。あリーチも出てる。リーチも出てるんで。出てるということは河野さん、これまさかの逆転。逆転です。逆転逆転。